那覇市とは、首里手、泊まり手と並ぶ当主の三大系統の一つである。主に、琉球王国第一の商業街であり、貿易港もあった那覇に住む人々によって、継承、発展した。那覇の久米村には、14世紀末、当時の民の復建商保殿から、人36世と呼ばれる人々が移住してきた。これら36世の末裔は、 その後の琉球王国の歴史を通じて、信仰し、通訳等の住職に就くなど、中国との外交、貿易において、大いに活躍した。那覇では、これらの人々が、登竜先の中国、あるいは琉球を訪れた、中国人から中国武術を学び、これを独自に発展させたものであると考えられている。那覇ではその土地柄から百姓氏とも言われ、 氏族が担い手だった、首里氏と対比されることもあるが、明治以前の那覇では、湖上屋など、人十六世の末裔といわれる、久米村氏族を中心に発展した。それゆえ、東、女広史両以前の那覇でに限って言えば、百姓の手とも言えないのである。那覇種の起源は、首里種などと同様、古文書類が残っていないので、判然としない。湖上流の伝承では、 流祖、古城親方が1665年頃に中国において中国憲法を学んだ後、帰国して一族に伝授したとされる。これが事実ならば、那覇種の起源は17世紀まで遡ることになる。他の記録でも確認できる限りでは、湖上流の四代目、湖上木星が中国の岩に指示したというのが、最も古い伝承である。 岩あは、北京王宮の武官だったとも、作法師付きの自重武官だったとも言われるが、詳細は不明である。この岩あからは、首里主の作川官が山津村宗根,根も学んだとされる。湖上屋からは、他にも湖上もすさちや、湖上代、さ田、湖上衣装といった陶手屋が出ており、東、女広史良以前の那覇では、湖上屋などを中心として、 久米村氏族において伝承されてきたと考えられている。那覇市では、他に、前里蘭法や、荒垣を、明などの到底屋がよく知られており、彼らは1866年、作法施設のための祝賀会で、生産や、スーパーリンペなどの方を演舞したことが記録に残っており、注目される。また、宮城長順が記した、党で同外説には、1828年、 新朝同校8年に、品福建省の中国憲法が伝来し、それが、片や藁流に継承されているとの記述があるが、この年に、具体的にどういった辞席があったのかは不明である。明治以降の那覇種の使い手としては、那覇で中高の祖とも呼ばれる東、女広司令が有名である。一説によれば、東女は、荒垣を明に指示した後、中国に渡り、 中国武術の王や、ルール皇に学んだとされる。しかし、片山流の方の多くは、今日東女の渡り清以前にすでに沖縄にあったことが明らかになっており、また、ルール皇という人物の実在性無教疑問視する研究家もいる。竜守竜は、那覇涌田の崎山信則と一緒に渡り清した中山間権利が流祖である。崎山の弟子には、 国吉新吉がおり、その系統には中村茂の沖縄憲法が存在する。龍守流沖縄憲法には那覇系の形が含まれているので、那覇系に属して良いが、湖上流は独自なので、那覇系に組み込まれているのには疑問を感じる。どちらかといえば、主義系と考えるのが妥当である。久米氏族がすべて那覇種ではなく、 それぞれの一族により異なる憲法を継承したと考えられる。クメ氏族の手は各一族の個人種が実態である。湖上流が那覇でに組み込まれているのはほとんどが藤原良さんの著作などからの抜粋であり、現実の湖上流には那覇系の形がない。ただ、湖上大佐だが那覇市をやっていたと伝わっているが噂なので信憑性に欠ける話である。 今日の那覇では、沖縄憲法と、竜守る竜を除けば、ほとんどが東、女広史料の系統であり、彼の弟子には、宮城長順、巨田十八、マブニ県和などがおり、今日の日本空司会の大きな一角を担っている。また、巨田十八は、母方の親戚にあたる東、女広安から、生産を伝授されている。沖縄憲法を泊まりでと呼称している団体もあるが、 創始者の中村茂は、伊トス、安爪や花城長茂に指示した後、国吉新吉に指示、さらに、キ安智則や本部、朝本にも指示している。このことからわかるように、沖縄憲法は、伊トスの首里首と先山の那覇種の系列と考えられる。下記の那覇種の系統図は、片山流の系統は、正しいが古上流は、那覇種ではなく湖上種で、単独の憲法である。 片やわら流の形はなく、主理種の形は一部あるが、ほとんどが独特な形で構成され組みても独自である。ありがとうございます。